この教育方針とか何かあったんですか？私はですね、もう完全にですね、もう簡単です、はい、反面教師の親父、こうなっちゃダメだぞというのをずっと見せつけてきました。だから、はい、語るわけじゃなくて、だからフライデー事件とか、あの風俗事件とか起こしたいやいや、だから起こしたわけじゃないでしょ